っていうとこなんですけど、あの頑張りや頑張りや、最後大取りでボケてくれるからもうボケられへんわではまず一つ目です。はい、何だったでしょうか。はい、商売繁盛。いや、あのね、こういうとこ皆さん一応盛り上がるために拍手ですよね。はい、ありがとうございます。商売繁盛。いや、さすが大阪ならではね。そう。はい、商売繁盛。はい、もう今一生懸命考えてますよ。僕も反復しながら考えてますから。はい、さあ、そして二つ目は何だったでしょう。はい、無病息災。健康だと大事やからね。ほんまやね。あれですよ、健康のためにはそうですね、タンパク質よろしくお願いします。はい、ね、海苔も食べましょう、本当にね。はい、さあ、来ました。なるほど、漢字4つ言えばいいわけですね。漢字4つね。はい、はい、それは言わさせてもらいます。はい、3つ目。焼肉定食。出たもう一つでした。まあ、あの、家庭円満。あ、家庭円満。はい、なんかガッコさんが言っていただくとなんか重みがありますね。本当ですね、家庭円満大事なことですね。お前なんかお前そういう危ない発言はやめろ。いや、うち大丈夫や、うち大丈夫。